サーシャカーンことアレクサンドル・オレゴビッチ・カーンは、ロシアのプロバスケットボール選手。ソビエト連邦ロシア・シベリア連邦管区トムスク州、トムスク出身。ポジションはセンター。213センチメートル、110キログラム。ロシア生まれのカーンは16歳の時に、アメリカに渡り、フロリダやア,ーアカデミーで学び、バスケットボールも行った。 カンザス大学から奨学金のオファーを受けて進学、ディフェンスで活躍し、最終学年では、先発6試合を含む40試合に出場し、平均18分の出場で、平均7.1得点、3.9リバウンド、1.2ブロックショットを上げた。控えセンターを務めたこの年、チームは NCWA トーナメントで優勝した。大学時代、2006年、2007年、 2008年と3回、ビッグ12カンファレンスのアカデミックバスケットボールチームに選出された。2008年の NBA ドラフト二巡全体56位でシアトルスーパーソニックスに指名された。この指名がスーパーソニックスのオクラホマシティ店前、最後の指名となった。カーンとの契約交渉権は、その後クリーブランドキャバリアーズに金銭トレードで移った。2008年、 PBC チェスカもスクワと契約を結んだ。2011から12シーズンは、ユーロリーグトップの FG 成功率71.2%をマークし、2012年5月23日、クスカとの契約が3年に延長された。2014から15シーズン、チームは、パナシナイコス BC とのシリーズを3勝1敗で、勝ち上がり、ユーロリーグのファイナル4に進出したが、 オリンピアコス BC との準決勝では、第4球残り4分で9点差でリードしていたものの、バシレオス・スパヌリスの活躍で、68から70と、敗れた。フェネルバフチェ・ユルケルトの3位決定戦では86から80で勝利した。この都市カーンは、ユーロリーグ前30試合で先発し、自己ベストの平均9.9得点、4.5リバウンド。 FG 成功率69.1%の成績を残した。2015年9月9日、NBA のクリーブランドキャバリアーズと2年契約を結んだ。2015から16シーズンのキャバリアーズの NBA チャンピオンを経験した後、2016年7月25日に引退を表明した。2012年のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得している。 ちなみに、その当時のヘッドコーチは、現在のクリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチでもある、デビッド・ブラッドである。ありがとうございます。